モバラ七夕祭りは千葉県モバラ市で毎年7月下旬に開催される七夕祭りである。関東地方の夏祭りとしては有数の規模を誇り、2015年の来場者数は約82万人であり、沢原の大祭の約76万人、毎年同時期に行われる柏祭りの約72万人を上回って千葉県内の祭りでは首位となっている。 2014年7月で第60回となった。平塚、佐山と共に関東三大七夕祭りの一つに挙げられる。この3日間に茂原駅の周辺商店街が七夕飾りで埋め尽くされる七夕祭りである。七夕飾りはコンテストも行われる。2014年にはイベント会場が新設され、土曜日の茂原、阿波踊り、 日曜日のよさこいなるこ踊りや七夕踊りなども開催されミニコンサートも行われている祭りの模様は例年8月上旬に千葉テレビ放送で1時間枠で放送されこの番組では祭りの模様ともばらし周辺の観光スポット情報が合わせて紹介されるなお2018年は後日する土曜日の中止のため前年2017年の阿波踊りを振り返る VTR を放送するなどしてしのいだ。2019年は古敵対パレードなどが天候により中止するなどイベント内容に大きな支障をきたした。ありがとうございます。